道線と伊東線はこの理解です。はい、どうもふみちゃんです。今日はね、東海道新幹線の熱海駅に来ております。今日しばらくね、ここで新幹線のね、撮影時間を設けましたので、しばらく撮影したいと思います。はい、この熱海駅はね、通過線を設けない2面2線のね、ホームとなっております。東海道新幹線ではね、この駅のみ、東海道山陽新幹線まで範囲を広げますと、新神戸駅と当駅のみですね。新神戸駅はね、すでに全列車が停車駅ですので、通過列車がある駅ではこの熱海駅が、山陽新幹線内ではね、唯一の駅です。駅のすぐ近くまでね、山がせり出した非常に狭い地形となっておりましてね、駅を設けるにも非常に困難な土地でした。未だにダイヤ作成上にもかなりネックになっている話を聞きます。ね、言うまでもありませんがね、通過線がないということで、直接ホームを列車が通過していきます。急カーブに位置しているためね、列車はかなり減速をいたしますが、それでもね、実際間近のね、ホームを通過していくということでね、非常にね、迫力のある通過列車の、動画を撮影することもできます。お待ちください。
番線に8時44分発こだま637号新大阪行きが到着いたします。この電車は各駅に停まります。列車通りますと安全策が取り入れます。
はい、約1時間ほどね、この熱海駅で新幹線をねゆっくりと撮影いたしました。観光地として温泉地としてね非常に名高いね熱海ですが、新幹線の撮影にも非常に向いています。もしお時間ございましたらね、この熱海駅で新幹線をねゆっくり眺めてみるのはいかがでしょうか。はい、ではこの動画はこの辺りで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。